マイナーな呪文あった気がするんだ。マイナーな呪文、はい、じゃあ問題出して。あ、いいよ。じゃあ賢者の石ね、簡単な、あ、あの死の秘宝でも出てくるけど簡単なやつね。まずペトリフィカストタルス。あー、そんなん出てきた。うん、ハーマイニーが出すって言うんだけど、ペトリフィカストタルス、賢者の石、賢者の石と死の秘宝で出る砕ける、それはレダクトだね。レダクトかそれはレダクトだね。死の秘宝でも出る、死の秘宝1、2かな、1かな、2かな、2ですよ。シチュエーションで言えば、賢者の石で出てくるのは、あ、これ言ったら簡単だから死の秘宝の方に言うするわ、うん、2ね、2、違う、死の秘宝ね。ビルとフラーの、ビルとフラーって分かる？分かる。ビル・ウィーズリーとフラー・デラクールの結婚式の時に、うん、デス・イーターが襲ってきて、うん、あのハリーたち3人は逃げるのよ。逃げるのよ。あの姿をくらまし、して、うん、でハーマグニーがなんか思い出の地が浮かんだっつって、そこの町に行って、うん、カフェに入るのよ、うん、でカフェに入って飯食ってると、飯食ってるというかなんか会議してる時に2人敵が入ってきて、うん、襲ってくるのね。あ、そこの場面、そこの場面で敵に対してハーマイオニーが打った呪文。忘却術か。あ、違う、違う。その直前、忘却術を打つためにした呪文。あ、失神させる呪文。失神はステューピファイだから違うわ。ステューピファイもあったけど、その前に、うん、ステューピファイも打ってたけど、ステューピファイで失神させて忘れさせたじゃなかったっけ。じゃないんだよね。まあ そのパターンの人もいたかもしれんけど。ああ、そこでなんか、じゃあ賢者の石バージョンね、うん、ハリーとハーマイオニーとロンと3人がグリフィンドールの談話室を抜け出そうとするときにネビルが止めるのよ。ああ、分かった、石化か。そうです、石になれでした。あれ石化させたっけ。カフェで、カフェでペトリフィカストタルス打ってドーンってなって固まっているところにオブリビエートしてんのよ。あー、そっか、オブリビエート死させてないのかけど、ハリーとかは多分ステューファイで攻撃してたと思うけど、最終的に多分ぶつかった呪文は石化か、石化っていう、これが簡単めだと思った呪文でした。確かにめっちゃ難かった